急にゾンビがよこしてきたくらいで大げさよ。あんな場面いくらでもあるんだぜ。そんな、精神持たないですん。勘弁してくらはい。どうもこんにちは、霊夢ですん。マリサなのぜ。引き続き怖いのに続けるリブルブルン。前回で切ったあたりからそのままプレイしていきましょう。この看板の下をくぐり抜けてゾンビから逃げ惑うのぜ。普通にゾンビ待ち構えてそうな予感しかしません。うわーん、バスから出てきてるよー。大丈夫大丈夫、そのまま走り抜けたら問題ない。駐車場了解。え、生存者？ジルさんはゾンビちゃいますよ。ヘリが救助に来てるの。救助だと？俺はここから出ないぞ。出ないの？私がこの中がどこよりも安全だ。死亡フラグしか立ってないじゃん。閉じこもっちゃった、あなた名前は？ここにいたら取り残されるわ。私はダリオロットだ。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。他は当たれよ、ジョーちゃん。お嬢ちゃん、どうぞ落ち着いて。私は警官よ、力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。力になる？だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。聞いて、このチャンスを逃したらもう誰も助けに来ないわよ。私はどこにも行かない。死体野郎に食われるぐらいならここで飢え死にする方がマシだ。ほっといてくれ。どうしても助けられないの？おそらく無理ですん。ジジイはほっといて、どんどん先進むのぜ。見殺しにするしかないなんて。ジジイの意思を尊重するしかないですん。そうだぜ、もうああいう態度取られたら助けようがないのぜ。いやー、ゾンビ犬、まさか柵乗り越えて襲ってこないよね。大丈夫よん。こんな序章からゾンビ犬に襲われると難易度跳ね上がるぜ。襲われないから安心するのぜ。いやー、すぐ横にいるじゃん。早く逃げて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 。急にゾンビがよこしてきたくらいで大げさよ。あんな場面いくらでもあるんだぜ。そんな、精神持たないですん。勘弁してくらはい。キリピラ落ちたぞ。カビゾのパキスカジヒリペヒソプルカマテコビホ。リブル、何わけわかんない叫び声上げてるのぜ。エレベーターからゾンビが出てくるなんて当たり前のように予想できたでしょ。できなかったから心臓止まりかけたんだよ。ちょ、そのタイミングでボタンを押してたら後ろから組みつかれて。いやー、早く閉めて閉めて。よ、よかったー。これでなんとか。ジル様は最強だからちゃんと逃げられます。安心して見てられるのぜ。あ、ヘリの音聞こえる。もしかして助かる。ヘリ乗せてもらって脱出してクリアだね。これで私は帰れる。そんなのでクリアできたら7800円返せなのぜ。わら、そう簡単に終わるわけないでしょうが、リブルちゃん。やっぱそうなのね。クイーン、でも急いだらストーリー分岐でどうにかなるとかないの？どうにもならない。ちょ、ヘリがジルさんに。うわぁ、絶対背骨いったでしょ。我らがジルさんはどんな衝撃にも頼る鋼の肉体を持ち合わせておる。問題なく立ち上がるジル様最強。あの、あいつ来てるんですけど。うわぁ、ジルさんグラセフみたいなことして。この状況で手段を選んでる暇ないのぜ。車の所有者はすでに息絶えてるから問題ないわよん。全然エンジンかからないけど大丈夫。もう奴がすぐそこなんだけど。このままじゃ車ごと破壊されちゃう。あ、かかった。車で引いたくらいで倒せる相手なの。てか掴まれてるよー。これどうすんの。うわぁ、化け物にものすごい衝撃与えたはいいけど、ジルさんも絶対ヤバいよね。こんなの絶対複雑骨折案件だって。しかし、だぜだぜ。ジル様はご覧の通り、全くピンピンしております。背中打ちつけた衝撃で咳してるくらいで済んでるのぜ。絶対そこらのスタントマンより体頑丈だぜ。あいつもピンピンしてるよ。っていうか、もう両方とも人間じゃないような。気づいちゃいましたか、リブルよ。ジルバレンタインはジルバレンタインという生物なのぜ。こんな近くで車爆発しても全然怪我してない。まさにモンスターだな。多分その方でもこれだけの惨事に巻き込まれたら KO 負けよ。なるほど。それじゃあジルさんの方が圧倒的に強いと。え？誰かの声がするよ。なんかロケット飛んできた。こいつ触手でロケット掴んで放り投げた。
さんの武器強い。車の衝撃でも歯が立たなかった化け物をダウンさせちゃった。俺はカルロスだ、助けに来た。カルロスさんね、覚えました。うへー、上半身起こしたままダウンとか多分死んではいないよねー。あんなんじゃ全然死にません。ですよねー。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし行こう。やっと安全地帯に来れたんだね。それじゃあここでお開きで。なんでよりぐる、ここで終わるわけないじゃないか。だってもう一生分くらい精神すり減らしたし、十分怖い思いしたし。まだこのゲーム始まってから20分も経ってないのぜ。前回と合わせても多分16分程度かしら。多分そんくらいだろうな。てか、さっきから何してるんだぜ、わら。カルロスさんに助けてもらったのに、なんか恨みでもあるの？アンブレラ爆発。アンブレラに関わる者全員刺殺。受けー。受けけけけけ。霊夢がおかしくなったのぜ。そういや初見じゃなくて、今は取り直しだったよね。間違って録画データ消しちゃったせいで、精神がおかしくなっちゃった。霊夢の精神の乱れがジル様の行動にも細かく反映されてるのぜ。とりあえず霊夢は落ち着くのぜ。私は、落ち着いてますわーい。あ、ここは体験版でプレイできる箇所ね。私体験版やったことないけどね。なかったんかい、わら。なので体験版との違いは特に知りませんぬ。ムービー始まった。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。では先に進んでいきますよ。この電車を動かせるようにしてから脱出するんだね。それができればゲームクリアで、私は解放される。何言ってるのよ、リグル。そんなんで本編が終わると本気で思ってるの？え、終わらないの？舞台はここだけじゃないんだぜ。まだまだいろんなステージが待ち構えてるのぜ。ウィーン、怖いよ。見るのきついよ。ここは一時停止して読むことを推奨しますん。じっくり読みたい方は実際に本ゲームを購入して自分でプレイするのが一番だぜ。ちなみにさ、地下鉄動かして脱出できるようになるまでどのくらいかかります？プレイだからサクッと進めようとは思うけど、そこそこかかると思いますん。まあまあ、ゆっくり見ていくのぜ。私は怖いゲームをゆっくり見たくないの。できるだけ早く帰りたいの。その願いはおそらく叶えられません。ここらでグリーンハーブゲット。貴重な回復アイテムだぜ。スタンダード以下はプレイしたことないから置いといて。ハードコアだと敵の攻撃1回でも食らうと割と瀕死になったりするので、
回復アイテムを使わないようにうまく攻撃をかわして立ち回ることが求められます。弾数もそんなに多くないし、いちいちすべてのゾンビや化け物と相手してる暇はございません。むしれる敵はできるだけむしっていくのがハードコア以上でのプレイングになるかと思いますん。あと、本作は前作 RE2 のハードコアみたいに、インクリボンは存在してないので、いくらでも好きな時にセーブできますん。なので、敵からダメージ食らいそうな場面の直前でセーブしておき、万が一ダメージ食らったらロードしてやり直すことも可能です。そう考えたら、前作のハードコアよりかは実質簡単であると。まあそうでしゅわね。だが、RE3 ではさらにナイトメア、インフェルノが待ち構えてるのぜ。ええ？何それ知りません。前回の最初でナイトメア選択できるようになってたよな。え？何言ってんのマリサ、幻覚でも見たんじゃない？幻覚じゃねえだろ。うわぁ。クリアするまで58回セーブしたんだね。今回が最初のセーブということは、全然まだまだ終わらないじゃん。私、最後まで付き合える自信ないよ。リグルちゃん、あくまで取り直す箇所はスペンサー病院到着時までなのですん。それ以降は事前に取りためた初見プレイ動画ですん。あ、ということは、そこまで我慢すれば私はもう見なくていい？え？え？は？とりあえず切りがいいのでここで切りましょう。本来はこの時点でパート1終了がちょうど良かったんだがな。リグルが結構喋るから編集がね、わら。じゃあ私帰っていいでしょ？ダメ。ぬわん。